内外の友人の皆さん、こんにちは。日本共産党の小池晃です。心からの連帯の挨拶を送ります。豪雨災害から一月が経ちました。私は先月12日に広島市内の東区秋区を回り、被害の深刻さに息を呑みました。そして日本共産党国会議員団一丸となって政府に被災地への全面的な支援を求めてまいりました。このような困難の中で世界大会の開催を可能にしてくださった広島の皆さんにお見舞いとともに心からの感謝をまず申し上げたいと思います。そしてこの大会を成功させるために全国そして全世界から集まった友人の皆さん、熱烈な連帯の挨拶を送ります。各国政府代表の皆さんの参加は私たちへのとても大きな励ましであり、心から歓迎をいたします。さらに原発ゼロの運動に加え、総掛かり行動実行委員会の代表、辺野古新基地建設反対のオール沖縄会議の代表も初めて参加をされ、新たな共同の広がりを示す大会になったことも大変嬉しいことではないでしょうか。皆さん、この1年、核兵器のない世界へ、情勢も大きく動いています。人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が国連会議で採択され、1年が過ぎました。各国による署名批准が進んでいます。そして6月には、長年厳しく対決してきたアメリカと北朝鮮が歴史上初の首脳会談を行いました。日本共産党は朝鮮半島の平和と非核化に向けたこの動きを心から歓迎するものであります。わずか1年前には一触即発で戦争が起こりかねないという不安が世界を覆っていました。それに比べると大きな変化が生まれています。もちろん米朝両国だけに任せておくわけにはいきません。この平和のプロセスを後戻りさせることなく前に進めるための根本の力は、平和を求め核兵器のない朝鮮半島、核兵器のない世界を求める諸国民の世論と運動にかないません。そしてこの激動の中で何よりも被爆国である日本政府の果たすべき役割はかつてなく重要なものとなっております。広島と長崎での参加を通じて核兵器の非人道性をどの国よりもよく知っているはずの我が国が、北東アジアでもそして世界でも核兵器廃絶の先頭に立つことが今ほど求められている時はありません。しかし安倍政権は核兵器禁止条約に反対し、被爆者の訴えに国民の願いに背を向けています。先ほど開かれた平和記念式典で、今年もまた安倍首相は核兵器禁止条約の彼女も木の字も言いませんでした。広島市長、市議会議長、県知事、国連事務総長、すべての人が挨拶で触れたのに、核保有大国に気兼ねをして口にもできないのです。私は言いたい、安倍首相よ、あなたは一体どこの国の総理大臣なんですか。皆さん、どうすればそれを変えることができるのか。ここでも決め手になるのは世論と運動だと思います。今、被爆者国際署名が党派を超えて広がっています。地域や自治体分で署名に取り組む経験も生まれています。少なくとも322の地方議会核兵器禁止条約への署名批准を求める意見書を採択し、これは全国の地方議会の約2割に当たります。
日本共産党は国連会議に参加しましたが、他の野党も国会で政府に対して禁止条約への署名基準を求めてきました。足並みは揃いつつあります。市民と野党の共闘を進める中で、核兵器禁止条約への日本の参加もいよいよ野党の共通政策にしていかなければなりません。そしてその共闘をさらに発展させるなら、被爆国にふさわしい役割を果たす日本への道を必ず開くことができます。日本共産党はそのために全力を果たすことをここでお誓いするものであります。皆さん、私は国会議員になる前、東京の病院で被爆者の皆さんの献身活動に取り組んでおりました。ある時、献身に見えた女性がぽつりと言いました。今までは世間の目があるので被爆者献身は受けませんでした。先日娘が結婚して独立したので初めて受ける気持ちになりました。今でも忘れられません。原子爆弾は被爆者の体だけでなく、心だけでなく、人生そのものにも決して修復できない深い傷跡を残します。核兵器と人類は絶対に共存できません。参加者の皆さん、被爆者の平和への思いを共有し共に発信していこうではありません。核兵器禁止条約の発効に向けて被爆者国際署名を広げに広げ、核兵器にしがみつく勢力を、使える核兵器をなどという勢力をがんじがらめに包囲しようではありませんか。そしてこの日本で市民と野党の共闘を進め、核兵器禁止条約にサインする政府を作り、核兵器のない北東アジア、核兵器のない世界を必ず実現しようではありませんか。そのことを呼びかけて、日本共産党代表しての連帯のご挨拶といたします。沖縄では勝つ方法は諦めないことだ、これを合言葉に戦っています。皆さん、 Never give up、頑張ろうとはありませんか。ありがとうございました。